2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が日本の自衛隊関係者に向けて実施されたよ。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は、3月28日に在日アメリカ軍を通して一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなったな。さて今回はトマホーク巡航ミサイルの導入に向けての取り組みについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、エマニュエル氏は九段のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することをポイントとして報道陣にコメントを発しているんだ。政治的には来月の2024年4月10日に日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて同国のバイデン大統領との会談を行う中でも日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆されたな。日本政府としては従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得保有運用を定常化させる姿勢を示しているね。自衛隊側では今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員はもとより航空自衛隊員も含め参加を行ったとされていて、隊を超えた連携も考慮されていることが推察されたよ。今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際に同ミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だね。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われるんだ。在日アメリカ軍が今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で2022年8月に就役を開始したマッキャンベルだったぜ。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が2024年4月時点で8隻を保有運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルはその中でも比較的に新しいフライト 2A というバージョンに当たるな。マッキャンベルは満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた COGAG 方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で速力31ノットと公表されているよ。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として被災地支援のために派遣された経緯もあり、艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろうね。マッキャンベルは今年2024年1月末に在日アメリカ軍がそれまで配備していた、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティータムの代わりに、近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だったんだ。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A としてマッキャンベルは、地平層にマーク、41モッド、7VLS を96セル実装しており、ここから今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有しているぜ。前述したように海上自衛隊が保有運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でもこれらがトマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろうな。これら海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は主任務として北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の要と位置づけられてきたけど、
日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中でその役割は多様化してきているように思えるよね。海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻も航空母艦化改修を施している渦中にあり、これらが艦載機として F-35 ライトニング2 B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となるってわけ。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることでイージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺えるんだ。これら10隻体制のイージス艦とは別に2隻のイージスシステム搭載艦を、配備を中止したイージスアショアの代替策として新造することも確定しており、ミサイル防衛の中心はこちらに移行することも想定されるな。さて話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は同ミサイルを総額およそ2540億円を投じて最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけてその数を受け入れるとされているよ。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用としておよそ1694億円、同ミサイルを運用するため、搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得におよそ847億円が計上されている形だね。もともとの計画において日本政府はトマホーク巡航ミサイルについて、400発とされるすべての数を最新のバージョンであるブロック5とし、2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断したぜ。この期間を1年間前倒して2025年度からとすることは、その理由に日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによってトマホーク巡航ミサイルのバージョンも最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更されたな。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは最新型のブロック5と一つ前の型のブロック4を共に各200発ずつに安分して取得することに変更。性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられるわけだ。トマホーク巡航ミサイルはバージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には大きな違いはないが、前者は攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中だよ。またブロック5には、ブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらにこれを艦隊機艦隊艦攻撃用等兼用可能とした5型、艦隊機攻撃用の能力を向上させた5部型という3種類が製造されているな。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな反対派の団体や個人は従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けているぜ。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたんだけど、そこに出演していた反対論者は日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは、憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかったね。ただしその番組の司会者は、憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ日本の言論空間も変わってきていることを実感させられたよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。